こんばんは。お疲れありがとう。寒い。こんばんは。キラキラも10万。あ、どうもありがとう。皆さんこんばんは、中村舞です。天使もありがとう。キラキラ天使結婚してありがとうございます。皆さん一日お疲れ様です。中村は今広島にいます。一応大丈夫か。ああ、めっちゃ喉が痛くてずっと。テラママありがとう。そうなんやね。大丈夫。明日はピカッパ祭です。福岡で皆さん会いましょう。ハート10ありがとう。テレママありがとう。すごい天使天使ありがとう。そう、 PR 舞台です。PR 舞台で久しぶりじゃないですかね。そうなんだよ。いや、明日日曜日か。なんか曜日感覚が分かんなくなるな。そう、 PR 舞台です。福岡で。寒暖差で分からん。昨日も微妙やったよね。そう、寒くな、寒くな、さ、やだね。寒くなるの。配信ある？配信ある。配信あります。ニコ生、なんかさ、あの、綺麗だね、ありがとう。なんかさ、何もさ、全然チェックしてなかったさ、え、あるの？そうそう、なんか私もね、お母さんから知ったんだよね。お母さんがさ、明日舞ちゃん何時なの？って言ってきて、えって、明日配信がニコ生であるからねって。お母さんがチェックしてる。そうなんですよ。ハートバラありがとう。ジュンありがとう。これタイムテーブル出てないですよね。出てる？出てますか？明日の。あ、出てるの？
出てるよ。だって明日は5時台、17時何分かだったはず。5時台でした。17時10分だったかな。出てます。あ、10分、17時10分から17時40分か。朝ゆっくりできる。朝レッスンがある。寒そうね。寒いよね。なんかさ、私がさ、この間配信でさ、なんかロイヤルマッチっていうパズルゲームやってるんだよねみたいな言ったらさ、ロイヤルマッチのさ、なんかチーム、ロイヤルマッチってなんかパズルゲームなんですけど、なんかチームも入れるんですよ。そのチームにさ、なんかさ、ST48 みたいなさ、チームができててさ、私さ、ロイヤルマッチのさ、なんかマイキューみたいなチームあってさ、え、何これと思ってさ、マジで調べてみてほしい。いや、私別のチーム入ってるんですよ。結構ガチ勢のチームに入ってる。入ってて、そう、もうみんなでハートを支援しながらやってて、入ってないんだけど、別のチームに入ってて、そう、でチーム戦とかあるんで、もうずっと入っとるんよ、その、そこに。ずっと。ありがとう。今は3090レベルです。3090レベルなの。あのさ、私音もなしでやってるんだけどさ、もう割と音も歌える、 BGM も歌えるんだよね。テテレレテテレレレレテレレレレテテテテテレレテテテテテテレレテテテテ。これさ、これさ、やったことある人はこの音楽わかる。結構これはでも静かにガチ勢でやってたから、私これもう自分で歌いながらできる。ありがとう。今日なんかね、家のテレビでね、さっきね、ロイヤルマッチの CM が流れてね、テレビでもあれ CM しとるけ、びっくりしてね、へーん。テレビでも CM やってる。ロイヤルマッチでも私が布教したらみんなが撮ってくれるからね、嬉しいんだけど。仲間ができた。 いなかったんだよね今まで。なくてさ、ダウンロードしちゃいそう。いやマジでおもろい。王様助けた、確かに、そう、でるるるるるって、グー、助けてくれて、ありがとう。この王様の顔が見たい。
うん、あの王様を助けるミニゲームはなかなか出てこないんで。もう2年ぐらいやってる。え、先輩がいるわ。先輩。でメインじゃない。広告のミニゲームなかなかできんの。いや、そうなんですけど、パズルが私は好きなんでやってるんですよ。確かにあのミニゲームがね、やりたい人いっぱいいるよね。やってる人いる、結構嬉しい。ありがとう。すぐ寝る？うん、寝るよ。うん、課金しません。ゲームアプリにあんま課金しないんですよね。うん、ありがとう。無課金ガチ勢。うん、マジマジこれ歌いながらやろう。七並べ、七並べやってる。私今日久しぶりにガチャ回したもん、七並べの。だからさ、七並べのガチャのさ、あのアイコンガチャあるじゃん。アイコンガチャさ、あの普通のガチャはさ、なんかドラさんとかさ、一期生二期生みたいな分かれてるからさいいけどさ、なんかアイコンガチャは全員が一緒やけんさ、マジでさ自分のアイコン一個も出ん。本当に出ないんですよね。マジで出ない。あのアイコンも一期ドラさんとかにしてほしい。全然出てこん。本当に出てこんのよ。そもそもメンバーのアイコンが出てくるのも珍しいんですよ。だいたい10連して1回出るかなみたいな。2回出てきたらラッキーぐらいの感覚で。1枚も出ない時もある。動物？なんか浦島太郎みたいなのが出たりするよ。学生みたいな。しかもカードは4000コインでできるけど10連、アイコンは5000コイン払わないと10連ができないですからね。なかなか出なくてさ、
出る気なく出る気しなくて回してない。わかるわそれは。出る気出る出る感じせんよね。自分のアイコンでもなんかあれアイコンをセットすることによって推し率も上がるんですよ。なんでそうそうあれあの推しなんだっけ何パーみたいなやつあれアイコンも関係あるから、カードだけじゃなくてアイコンもやることによってあのパーセント上がるんで大事ですよ。バイバイって言われる。もうお休みか。やばい。めっちゃ寝たけどめっちゃ眠い。明日は福岡で会いましょう皆さん。誕生予防。配信ぜひ見てください。スルメッコさん、カメキチさん、クマネパパンさん、ピロミンさん、ターキューさん、おつかれーさん、東京のスワンさん、元町さん、シーサーさん、あ、ん？はやりんごさん、待って、変わったね今、はやりんごさん、カメキチさん、ひなぺこさん、くまねパパさん、ターキューさん、おつかれーさん、東京のスワンさん、もとまちさん、シーサーさん、ようちゃんさん、ピロミーさん、なんばのひさとさん、おっさんずさむさん、ありがとうございます。喉めっちゃ喉の奥見せたい。バンされた。みんなに喉見てもらいたい。私の喉の粘膜。おやすみ。見たいんだ。マジかよ。おやすみなさい。また明日。ありがとう、ありがとうございます。おやすみなさい。また明日。ででーん。Love you.